こんにちは、アロマです。パープルプレイやっていきます。今回は立石トト入りの新しい前ポジ対応デッキですね、いきたいと思います。ラビン、立石、ゴブリン、ナラ、沢渡、そして小筆ということで、今回は立石トトにフィーチャー出てみこうかなというところです。45になってるので自前がスペシャルアタック 100% の筋力ボーナス、ミートのコツ、ミート守備上限、精神ボーナス、やる気効果という形になってます。50だとやる気効果が150の感じですね。で、立石に関しては左キラーは一応取れるので、ゴブリンとか入れなくてもね、そこをカバーできたりはします。今回はゴブリン入れてるんで、芸術的流し打ちをもらおうかなというふうには思ってますが、やはりミートと守備上限というところをですね、ユーギーが埋めてくれるところを、こうラミーちゃんとか、サータリとかと組むとミート、そして守備が106組めるんで、査定面ではこれで十分かなっていう感じです。それより恩恵を受けられるエジプト恩恵のね、魔力回復などなど、そしてララちゃんとのコンボなどなど、いいところたくさんあるんで引き出していけたらいいかなって感じです。千丸で招き、万能パワー、そしてカロバーです。いきましょう。行くとこなさすぎ、笑った。結構遊戯入り、会話入りだとなんかこうやっぱ片キャラ2枚とかになったりしてしまって、その辺がちょっとだけ気になるっていうのは、僕だけではないと思います。結構いろんなキャラがやっぱ使えるんで、いろんなキャラを使ってサクセスをしていきたいですね。いいですね、魅力使わずに4人固定頼むから、もう4人タック一発目で来てくれ。これだったら肩入れましょう。走塁であんまり踏みたくないですね、正直。走塁以外で踏みたい。カットです。ここはラミーちゃんの評価優先でいいでしょう。ゲイ。回復入れとく。で、これどうしようかな。速攻もらっておいた方がいいかな。技術精神の方が欲しいような気もするんですけど、どうしようかな。評価上げたいよな、その人ね。特に守備練習で取れるっていうのは結構大きくて、結構筋力はソウルやらないやらで入ってくるんで、割と欲しいのは守備練習で技術精神かなっていう感じはしてます。いいんじゃないですか、これめちゃくちゃ強い。ラブパワーも入ってるし、呼び起こす力も使えた。これで筋力530、やば、えぐことなってますね。ちょっとこれどうしようかな。流し打ちとか、あとはアベレージヒッターも直でいいかな。ちょっと使い切れるか、使用使い切れるか、大丈夫だと思います。とりあえず1段くらいはこれ取りたいかな。60に足らない。守備力は一気に上げられそうですね。こんなもんでいいんじゃないか。十分でしょ。この打撃はめちゃくちゃありがたいです。しかも固定も一人外れただけっていう。で、放っておいて敏捷をもらっとく。ナイス、来てますね。しかもまたタックしとるんだろう、強いよ。体力回復に行ってもいいような気はしますね、正直。ただここは攻めるか。ここは攻めましょう、せっかくですし、ね、そんなに弱腰にならなくてもいいかな感があります。強いよ。で、誰かが回復イベントくれると、いや、くれんかそうですね。てかゴブリンマジ進んでないな。ここはひなたらばで、ナイス、落ち着き45。結局回復できた、ありがたす。これだったらこっち来るんですよ。
うん、いいですか。で、コフで走りまして、あと1回メンタルありがたい上にコフで拾えますね。これめちゃくちゃいい感じなんじゃないの。さてさて、なかなか振り方が難しいですね。満塁はまだいいか。本塁生還とか取りたいですね。本塁生還じゃねえや、ささやき破り取りたい。オッケー、いい感じ。現状ここは上ですね。回復いらないので、すげえタックルじゃん。しかもうおー強え、やば、はまりました。完全に。さーて、とんでもないことになってきましたよと。なかなかにえぐいことになってきましたね。窮地もらえるのか、衝撃。すげえ、敏捷がカンスト。ちょっとこれ見やすい。9ポイント、まあこれでか。すんぎょ、完璧ハマったわ。っていうかすげえことになったこれ。うおー、8915、強っ。てかもうさ、大体終わってんだけど、大体終わってるがすごいな。このパターンになるとやっぱ強いですね。2人入れるか、2人入れるかって感じですよ。まあ、どっちがいいんだろう、分からんけど。筋力欲しいな。立石も一応 60% か、まだあそこは。ゴブリン優先かな。回復イベント来い。うおー、つら。拾いてえ。わあ、なんかそこら中拾いてえな。これ拾いてえな。ゴブリンを踏んで終わりに近づけてもいいんですけど、さすがにこれは。自動デート来い。自動デート来い。いや、いいですね。これはありがたいわ。で、呼び起こすしかない。終わるのに、えぐい。これちょっと待って、いろいろ終わるな。内野安打、取り方がなかなかに難しいですよね。かくらん、サインサッチ取らなくていいよ。それでとりあえず大丈夫。 OK、 とてもいい形。うん、いいんじゃないですか。やりきりになりまして、やりきりはゴブリンからもらうから。お、強いぞ。ラミー固定してもいいですけどね。まあでもこっちでいいかな。さっさと進めて終わっていきたりしたら。敏捷死ぬほど入るな。ちょっと待って。これは小筆だけかな。サンピラー1です。で、敏捷多分相当入ってくるので、これを続けましょう。とてもいい気がしますね。よし、いいね。光の加護、光の更新か。どうしようもない。回復ナイス。期待はしていたがありがてえ。ラミーちゃんこっちか。
どうすかな、まあいいかな。固定増やして吸い出したいですもん。もう進んどるしな、結構。そんなにこだわんなくてもいいかなか強い。よし。はあ、どうしようかな。これ踏んでもう一回かな。おかわりしましょうか。守備は終わってるから左キラー危ねえ。先に取っとこう、忘れないうちに。うん、3ピラーもう一回いけます。ナイス。やめて。OK。ちょっとやる気がちょっと見えないところでだいぶ減ってると思いますが、これ。筋力入るな。もらっちゃおう。3ピラーいきます。で、いいよ。今んとこ順調に見えます。OK。しっかり取れてますね、ポイント。で、これなんですけど、一応間違わないように確認はしますが、僕が覚えてる限りでは、上が切り込み隊長のはずです。結構本当にまあイカでやると大体ミスって終わるので、なんか毎回調べるんですけど、天使はね結構選択肢、まあ、ヌービスもそうなんですけど、割とねこう複雑化しているので、ガラシルチ上ですね。はい、大丈夫。よし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 、ここまでいいよ。気も戻っていくカラーの、わー打撃ありがてー、マジクソありがたいわこの打撃は。本当にやばいですね、今まさにピンポイントで欲しいところ。ていうかゴブリン踏めてね、ゴブリンが踏めないので一向に終わる気配ないですね。例のところは変化球いらん。印象いる？まあでもポイントバランス的には今の印象ですね。向こうに過ごさせていただいて、何も起きず。マミーちゃんでいいよ。うん。顔普通に撮ってもいいかもしんない。と思い始めている。これでしっかりと回し打ちゲットできました。うお、つえぞこれ。はあ、ありですけどね。3ピラーしてもいいな、マジで。筋力ちょっと欲しいしな。ありっちゃありですね。こっちラミー行ったら終われるしな、ぶっちゃけ。起き出しちゃう。うん、筋力もらいましょう。とてつもなくいい感じですね。あとはちょっと腕を上げながらバランスとって、うん、いいんじゃないですか。まだ顔を使ってないですけど、これは若干気になるな。これデート2回目 ?3 回目 ?2 回目。デートの進行もいい感じ。これも取ってもいいかもですが。まあ、いいかもな。うん。全然悪そうには見えない、取っても。チャンスいっちゃうか。あとは、まあ、ちょっと。バランス見ながら、敏捷がなくなってきてるんで、あんまり調子には乗りたくないですね。はい、ストレート。あら、入ってるから無理やな。339だとちょっと重てえな。はい、一旦我慢して勝たでもいいですね。そうしようか。まだ2ターンなので我慢はできます。タックが来るかどうか分かんないけど、次。
さ、頼む、どこでもいい。ナイス。おお、どこでもいいっつったら本当にどこでもいいとこに来た。どこでもいいとこに本当に来るとは。チャンスメーカー取っていいかな。逆境とかもなんか雰囲気的には良さそうな感じですけどね。こんなもんでいいか。結構この辺からは慎重に振らないとポイント足らないみたいなことになりかねないので、一気に魔力も回復。あとはマジでしっかりと入ってくるかどうかって感じ。マスクで18,305、かなりいい感じですね。修復状況も進みまくっている。むしろ進みすぎまである。来たかこれ。いいですね、素晴らしい。これは拾っていく。ファラオは使えません。マミーは使ってこれ1人入る。でまあタックのことを考えたら呼び起こしたら若干これ増えるとは思うので、まあ呼び起こしてもいいな。3000点、呼び起こすか。うん、3600、これでいい感じですね。よし、いいね。サンピラーを置いてみる。 OK。 やっぱ魔力の運営というか、まあこう持ちがだいぶ違うので楽。強え。それは強い。どうしようかな。2人取れますけどね、強いタックでこんだけ点数入って。これは行くべきか。ちょっとそろそろ敏捷点がなくて触れなくなってきてますっていうのは頭に入れたいです。ある程度こういう感じで振るしかないと思うんだけど、410か、取りきれんな。といってこっちで妥協する意味はあるのか。あるやないな。サンピラー打ちたいしなっていう感じですよね。サンピラー打ちたいからないな。あれ取るか、一番下取りましょうか。とりあえず最終打席。うわー、敏捷欲しいな。窮地。コブ行く。ある程度しな。印象のこと考えると、まあ、小筆とか、あとは今ララのところでね、いろんな処理をしてしまっているんでよくはないですね。これ取りて。肩か。うん、小筆でもいいけどな。バランス的にはちょっと小筆取りたいかも。今筋力マスクで攻めてもよかったかな。それでもちょっとなんかそんな気もしないでもないですね。プラネタリウムで敏捷。おっ、なるほど、ありっちゃありだ。残ってねえか。ありっちゃありなのでいきましょう。でバンドパワー、まあもう大丈夫っていうことでっていうことで、ガシガシ攻めていく。終わった、爆弾つきました。これ取り手 32%。 まあ光の加護だったらなんとか通せないこともないって感じかな。まあ、休んでもいいと思うけど。これで肩そろそろなんとか目処つけたいところでもあります。500とか入ってたっけ。もうちょい。
て。これで通せなかったらマジで。守備職人からの盗塁もらい、回復誰かして。強いマスクタックですね。どうしよっかな、デートでもいいけどな。いや、そうか。おお、メンタルうまいね。これも入れちゃってもいいかもしんないな。あ、いやいやいや、これはなんで。若干これは失速してる感はあるな。とてもうまくいったみたいなタックは拾った記憶がないですね。いや強いな。残り1ターンだからこれは拾った方がいいか。マミー系統が残り1ターンなんで。こんなもんか。で、勝負。うん、3000。ちょっともったいなかったかな。勝負の勝ち方。で、勝負賞 OK です。まあ、ここ踏むんかここ、いやマスクがな。660で取っちゃうか、これ邪魔だもんな、マジ邪魔だもんな、マジ。ちょっと考えてもいいかもしれませんね。圧倒的に邪魔なんで。入りました。ちょっと丸取っちゃってますけどね。強いけど、マジでミイラたちが全く仕事してくれんですね。盗塁、内野、守備職、速攻、打球の取り捨て、止水で、取っちゃいましょう。うん、とりあえずこれで打てるようになりました。ただ固定が少なそうですね。おほう、渋い、だいぶ渋い。ここはラブパワー狙いで、ナイス。デートしてデートして、来ないので引っ張りましょう。いやーちょっと失速したかな。いやー6000点しか出てない。まあ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 、すさまじい、もったいないが、しゃあねえな、こればっかりは。よし、行こう。3ピラー行きます。で、臨床が割と入りますよと。臨床系はまだ取ってないのもあるので、なんとかはなりますね。これがなくなってきた時が勝負。よし、オッケー。ラブパワーしてるから結構えぐい点入ってきますね。930、すごい。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。攻撃が入りまして、ゲート入りまして、3回目、さすがにもう1回ぐらい行くでしょ。おっと、すさまじい、999。取るっきゃないよな、さすがに。さすがに取るっきゃないかなというふうに思うので行きますけど、まあそうですね、敏捷はもう不可能かな。これ筋力はまだ触れるところはありそうだが、しかし、うん、ちょっと敏捷がきついですね。パワーはなんとかしようと思えば。きついな。
かといって便商店も今結構ギリギリというか、300、200かなって感じですね。でまあうまいことこれをはければ、これ200点ぐらいにできたら最高って感じか。そんなうまくやれるか。480点か。無理ゲーやな、無理ゲーやな、ちょっと無理ゲーだ。結構さばくのがねこういう感じで難しくはなってくるので、徐々に150、精神が足りません。調整できるかなこれで。ある程度215金の5型こういう調整できる。あ、いけそう。これならなんとか46。まあアシスト、まあこれでいこうかな。で、これはもうマスク取っちゃいます。うん、まあしゃーない。ムードいらん。肩強い。どうしようか。筋力えぐいな。さすがに取るしかないか。基本的にはこの海岸で何の問題もないと思います。精神的支柱ガンガンさばきましょう。ストライク送球マリッチャリだけどな。さすがに引きました。第1ですね。カラーの650足りるかな。選手攻めまくってますけど結構心配なんだよな。ありがてえな、立石。実入れてくれるから。で、マミー残り一ターン。ここはここかな、先に。ほぼフル。チッ、ラブパワー、コズカ。谷川くんどうにかこうか。おお、ついてくれてる、ありがとう。しかも3ピラーちょうどこれでマルク溜まりましたね。強いじゃん。賛否しなくていいな。技術欲しかったら入れてもいいですけど、技術欲しかったら入れてもいいけど、これ普通にそのままでいいな。強いな、えぐい強いですね。いや、いいんじゃないですかこれ普通に。だいぶ頑張ってる気がする。うん、なんなんですよ。よし、なんとか最後まで持ちそうだし。これおー、コブリまだだったのか。結構驚きだったわその遅さ。ひでー残り体力、まあデートあるしな。正直タンが強い。一旦これここでいいやろ。デート来い。なメンタルいらねえ。うわー、メンタルしか踏むとこない。しゃあねえな。メンタルいらないんですけど、ちょっとピンチョ欲しいのか、割と意外だな。うん、
まあ残りポイント的にもまあまあそれなりかなという感じなので、コフで絡んでほしいな。ゴブリンか、一人踏めるから行きたいところではあるが、これはちょっと3キラーで精神かき集めつつですね。500か、なかなかの値ですね。500はさばくための敏捷がないからな。逆境取るか。資金力は割と気をつけて使いたいとこではあります。ナイスキャッチャー、カリスマも完走。あと4だからね、こういう感じになりますよね。っていうのとマジでラミーちゃんはよラミーちゃんはよ、ここまではいい感じなんだけど、ラミーちゃんに全てを覆される可能性はある。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。カラーの光っている、お、守備、いやーいいですね。技術はまあこれ無理ゲーだな。海岸はもう終わっとるな。技術何かしらでさばけそうにないですね。さばけそうにないですね。何かしらがもうないんだよな。600とか入ってるからな。722、まあ当然ながら精神もある程度入ってくる。精神も結構さばいてますからねって感じだな。精神も結構さばいてる。これであとなんか触れるって感じなんだよ。ストレートとかしかないな。これで限界って感じ。まあ行くべきでしょう。悪く結構入ったな。デート OK。 おー危ねー、デートぽいやって思ってたんで。あー精神では取れないな。ありだなー割とこれ割とありだなー。いやーちょっと最後のターンにかけたいけど、最後のターンにかけてもいいけど、沢渡り踏んどいて。といたらいいかな。さわたり踏んどきますか。体力は十分で、いやーちょっと後ろのポイントがさばけませんな。まあこうなるから海岸はね最後まで取っておきたいんですけど、ちょっと厳しいですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。よし、ナイス。光っている、しかもちゃんと走塁光りましたね。強い、シンプルにめっちゃ強い。これはまず3ピラーはする。で呼び起こす力かな、いらんか。まあでも次以降のターンのタックって大したことないんだよ絶対。ここ 1.2 が1人でいい。筋力ちょっと惜しいですね。530、これでなんとかなったかなって感じですね。筋力もさばかんといけない。
まあ、これでいいと思うんだけど。あとは肩ですかね。ああ、いいんじゃない。ありがとう。まあ、頑張ったかなって思う。技術が欲しいよ。筋力、精神、まあ、まあ、一回休んじゃうか。メンタルじゃ間に合ってないもんね。一回休みですね。で、臨床はもう使えないですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。からの、いやもうむずい。精神取っておきます。情熱エールあるからな、ちょっとおいそれと使えないのが正直なとこですけど、行きますか。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。からラストターン、ありがてえ。精神ください。いや、ここですか。うわ、ふれねえ。結構ポイントがいっぱいいっぱいな気がしますね。現状これで終わりかな。行きましょう。はい、勝てました。ということで、なんとか終わりましたね。OK。どんなもんやろうな。まあまあ、うまくはいったけど、やっぱ、セクさんがね、噛み合わなすぎましたかねっていうのは、ね、あるので。OK。臨床が7ポイント完走しました。臨床使えないだろうな、これ全部。はい、ってことで4万点ちゃんと超えれましたね。オッケー。ということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じです。5、10、15、20段かな。で、70まで伸びてます。で、臨床がね750点ぐらい余っちゃったんで、それがもったいなかったですね。はい、ということで P8 でした。まあ、結構、セックさんの失速の割には伸ばせたかなって感じですけど、まだまだ上は目指せると思うので、まあ、頑張ってやっていけたらいいかなって感じです。で、魔力の周りが非常に良くて、本当にこう、立ち回りやすいデッキだったなっていう風に思います。突き詰めればね、もっともっといい選手できると思うので、頑張ってやっていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。